さて始まりました、ゆきゆき普天間進化チューン島唄の時間です。はい、ミオファの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聴きながら楽しくゆきゆきとゆんたくさびら。はい、この番組は普天間の民謡好き進化が FM ギノアのリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM ギノワン田辺ゆきとシタバロッパイシガマチョウチンゴアサチンゴアサミツニエミ来た。ちゃん今日は3人でお送りしていきたいと思います。はい、うん、さあ今日収録ということで、はい、リクエストの方が今回はなし、ね、なしということですね。はい、こちらで選曲します、うんうん、今週はね。はい、はい、で今日の、お遊びコーナー、はい、今日は4週目なので、うん、あいえなあなあなあもうもうもうのコーナーです。はい、さあこれは何ですか。あいえなあなこと、うん、なあ、いろいろ使えるよね。毎回言うんだけどびっくりするした時も、はい、嬉しかった時も使えるさ、うん、表現のね、うん、ということで。そっか、メールもまたないでいいね。メールね、ツイキャス一応まあね、なんかあのアイエーナーなことを、うん、これでも沖縄の人が見てるかわからない。アイエーナーね、あの、うん、内縄口なので訳すとびっくりしたとか、あーですよね。あーですよね。あーびっくりしたとか、うん、あーとか何でも使えますよね。マジでみたいな、うんうんうん、どうも使いますね。なのでね、うん、まあ何でもいいということですね。もしあったら送ってください。じゃあ、うん、はい、お送りしていきます。今日は6月23日、はい、慰霊の日でございますが、はい、皆さんいかがお過ごしですかね。学校もお休みですよね。役所も休み。休みですよ、ね、役所も休み。みんな自信がない。多分休み。だけどね、もうただ小学校の自分はただ休みって喜んだけど。あ、小学、あの昔から休みです。うんうんうん、だよね。はい。昨日もそうだったけど。うん。ぐしちゃうから。タバもだったんじゃないかな。タバもだった。うん。ただ休みって騒いでたけどね。うん、大人になってみると。あの12時にサイレンが鳴るの慰霊の日ですよね。はいはい。なんかお家でやってた覚えがありますね。あ、黙祷してね。黙祷の時間。もう沖縄の終戦記念日ですよね。そうですね。うん、まあ多くは語らないでおきましょうか、ね。ボロが出そうなんで。ね、これ今1時から放送なんで、もうね、お祈り終わった頃かな。はい。はい、はい、ということで、うん、1曲目は生演奏でお送りしています。はい、うん、では、はい、次のコーナー。歌いじゅすず主。歌に主はない。それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の雪が大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中の雪雪が毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さよんたしょう ユンターショーラのコーナーです。これやめようもう作り直した。え、なんですか。いや、いや、いい感じに作り直したと思うので、またね、今ちょっとヘッドホンがないので確認できない。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はいはい、じゃあ今日は何ですか。はい、慰霊の日にちなんで、はい、なのか分かりませんが、ちょっと悲しい歌から、はい、新人とや軍人節お届けサビラ。はい、言い訳します、うん、初めて歌います。先に最初に言った。先に言うときます。ハゴさんのやりたい放題だな。はい、はい、
じゃあそれでは行きましょうか、はい、正光さんもじゃあ一緒に。あのいつ入ったらいいんですか、うん、私からでいいですか。歌持ち一回入れてから。あ、わかりました。はい、里が行く先や照らしたぼり、んぞといんむしり、父よみばわじか、わかりらねえなゆみ、国の民でもの海ちりよ海んぞよ。里や軍人のぬんちなち一箇所おかしかったですよね、私ね。いや、あの母親のことや海ちりファファのことや海ちりみそり、海ちみそり、海ちみそり。最後俺一人で歌ってから嫌われてるのかなと思ったけど、諦めて。あ、
一緒に歌うんだったんですか。そうそうそう、さっき教えてくださいいかにリハをしてないかといういやいや、ぶっつけですよ、リハやってないですよ。まあまあ、え、じゃあもう一回やりますもうまた暗くなるよ、くどいですねはあ、あ、うん、そうなんですね。あ、そうそう、このタイやチャイカ、うん、イチャガスラ、イチャガスラのとこは一緒に歌う。そうそうそう、ああ、はいはいはい。これ戦争って言葉が一つも入ってないのこれ。うん。あと熊本節だった。うん、これなんか続きますよね。はいはい。熊本節。うんうん、何曲あるの？三曲？二つかな。この自分もこの後のもの聞いたことないんですけど。バンジャイバンジャイっていうの。うん。はい、林がいる。へー、うん、続きがあるんですよ、ね、はい。頑張ってこいよだと。あるよ、出征兵士を送る、うん、入江出船の歌、なんだっけ、なんだったかな、わからないことは言わない方がいいな、はい、苦情の嵐が調べてから来ればよかった、うん、行ったよってまた乗られるよでもね、これはだから、送り出す時に、まあ、戦争が嫌だっていう気持ちもあるし、でも戦争も頑張ってねっていう意味も両方ですよね。なんか意味深だよね、ちょっとね、これ深いよね、うん、だから時代もあって、こういうね、大っぴらに戦争反対みたいなこともね、言えないだろうし、できなかったと思うんですね、うん、こういう風になったんでしょうね、うん、きっとね、はい、絶妙ですね、うんうんうん、で名曲ですよね、うん、勉強したいと思います、はい、一緒に勉強しましょう、はい、では1曲目、生演奏軍人節でした。一旦 CM です。最近老化が気になるってば。ケイ素不足じゃないの。ケイ素って何ね。体に大切なミネラルさ。ケイ素不足になったら老化、むくみ、代謝も悪くなるってよ。怖いね、どうしたらいいの。大蛇の SIR に行ってごらん。サトウキビから作ったシュガーケイ素がいいってよ。検査品だね、上等。美容と健康に SIR のシュガーケイ素。アラグスク、キノワンヒルズ通り、オレンジ色の看板が目印のカラオケラウンジムーチャース。イナムルチーとフーチバージューシーの定食が美味しいランチ始めました。丹精込めて作った料理をお手軽価格でご提供。カラオケラウンジムチャース、骨汁と沖縄そばもね。 FM ギノワンではスポンサーを大募集。会社や活動を PR できちゃうよ。お問い合わせは FM ギノワン、電話 098-943-0094。 タイムさん、こっち向いてください。こっちもお願いします。いやだ、ワンもあなたも一躍注目の的へ。 FM ギノワン、ゆきゆき天馬進化、チューン島歌、はいよはい、チューン島歌お送りしています。はい、今日はゆきゆきとプラスみつみつ、みちゅ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 誰ですかアバロッパンのサンダーやいアブロッパンターバからみちゅみちゅが来てます、はい、収録でお送りしております、うん、はい、いつもだったらここからね、うん、電話リクエストを受け付けているんですけど、うんうんうん、今日はちょっと収録ということで、はい、すいませんけどね、はい、普段は電話が鳴るのビクビクして待ってるからね、はい、鳴ったらどうしようとか、はい、なんですがね、今日はないので、うん、適当におしゃべりしていきましょうね、はい、みちゅみちゅは、はい、今日はどうしたんですか。暇だったとか夕べのうちにとか夕べがいなかったってイエーイ、寝るまたラジオ公民館放送しんじょムルンカイのラリシがいやもうね、夕べがいるんですか。ギノワンで目撃情報が多々ありましてギノワンで仕事してるのが多いという話なんですけどね、はい、愛知の、うん、愛知の自治会長も一応かなえ、みちゅはちょっとしてくれじゃあ愛知あたりに、ま、た恐ろしい話が広がりそうだ、ね、愛知に出没してる、はい、まあその帰りなんですけどね仕事のね、はい、たまたま連絡取ったら、はい、ちょっとね、そうそうそう、カマンみたいな、あ、はい、よかったですじゃあ、うん、はいはい、じゃあね三振も持っていることだし、うん、あ、はい、一曲なんか一曲お願いしてもいいんですかね、はい、ハイターバースか、はい、CD 流してもらっていいですかCD でもいいけど、せっかくだから生がいいかな、何がいいですかね、はい、何がいいですか、あのね、うん、役者でもあり、うん、歌者でもあり、舞踊もして、
はいね、最近はちょっと太った舞踊家になってきておりますけどもね、はい、滑りましたねでも太ってても綺麗がいい人いますよね。動けるデブみたいな、はいはい、うん、そこを目指そうかな、はい、感じで、はいはいはい、曲決まりましたかね。決まりました。何歌うんですか。はい、じゃあ軍人節の後なので、はい、ちょっと雰囲気を変えて、はいはい、やか節です変わってないです。嬉しくない。はい、じゃあ三酒で、うん、三酒で大丈夫です。三酒で歌う、はい、じゃあやか節。素晴らしい、うん、ガラッと雰囲気を変えてやかぶしでした。やかぶし、エイジータン畳みかけですね、うん、はい、いいね、やかぶしね。歌えるようになりたいですね、うんうんうん、これ、兵士普通あるでしょ。
はいはい、入る時もありますね。入れようと思ったら1回目入れそびれたからもう入られなかった入れてくれるかなって見てたけどいやそうですか、はい、いやちょっと離れてたら、あ、入ってくれないと思っても、はい、シーキーにいや歌いたかったんですけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、暗くなったところでみんな声のトーンもね声のトーンも低めになったところで、はい、ところで次の曲いきましょうか。じゃあ、うん、田舎乙女。田舎乙女、はい、田舎乙女って何が言ってるの。よかなよと、何かな、何だったっけ。3曲ぐらいあるよね。3曲ぐらいあったと思います。あ、組曲なんですか、うん、これぐらいじゃない。早くなって遅くなってするの。なんだか早くなるのはあるけど遅くなるのは、うん、あの特にこの CD 何も書いてなかったです。田舎乙女ってあの田舎とか言うじゃないですか。何じゃこれ聞いてます田舎とか言うじゃないですか、うんうん、田舎者のこと、うんうん、田舎者ってどんな定義ですか。こ例えばこんな人が田舎者みたいな、こういうの見た時田舎者だなと思うみたいな。なまってる人。あー、はいはい、と何だろう。こっちの言うのキーホルダーやってる人ですか。言う言うって何ですか。言うのキーホルダー分かる。これチューブさ人事ショップ言うってあるさ。今ね、今ね、昔やったんですよ。あのパーパーベニューにあったんですけど、うん、はい、あっちにしかなかったんですかね。チャタンチャタンにもあったよ、ね、ポーパチにあったよね。そこのキーホルダーがちょっと一時期流行ってて、うんうん、このベルトベルトループかけて、はいはい、チャラチャラするわけよ、うん、鍵とかね、うん、チャラチャラして、はい、ああ、ちょっとそれを見ると田舎だと思います。今いないよね。今まずいないんじゃないですか。あれやって奥シャワーのポロシャツ履いてた本物だけど奥シャワーボディーグローブとかボディーグローブとか田舎の定義あ何割かな。何割ってあと草履で歩いてる時島草履とか怖いし島草履で島通りで靴下履いてる人いるじゃないですか俺これ流行らそうしてるわけ。あれ今ラウインだよ。あのいやちゃんとあの靴下でもこう旅みたいに親指とそれ以外の指分かれてるやつあるじゃないですか、はいはい、うん、あれだったら別にいいんですけど、うん、この自分で折り目を作ってやるのもまたこれいいんです破れそうじゃないですか爪伸びてたら破れるはず。流行らそうしてくる。流行らへんやつさ。だから破れるからじゃないですか。田舎の定義なんか分からんけど泣いた時に下の悪いところの下履くのって言いよったわけ俺田舎と思われてたわけだ。完全に思われてる。もう宜野湾代表ですからね那覇に行った時はね。なんだろうな。もう靴下このエチケットさ、うん、裸足よりかは、はいはいはい、だから靴下履いてるんだけど、うん、でも島ぞり島ぞり旅だったらいいんだけどな。旅ってなかなかね、うん、あの着物つける人は旅持ってると思うんですけど、持ってそもそもないですよね。旅って気持ちよくない。履いたら慣れたら旅の方がいいですね。気持ちいいよね。自分も今靴下、うん、今日は靴なので普通のなんですけど、うん、やっぱセッタとか、はいはい、あの普段草履履くときは、うん、あの旅っぽい靴下があるので、はい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 、やっぱ靴下あの草履に靴下履いてますよ。うん、あのその旅っぽい靴下ならいいんですけど。また俺の批判が。いや昨日三重で見たんですよ。俺でしょ。違うけど。ちょっと強烈な人がいた。だから俺自動車で見られてるからですよ。流行るね。流行るね。うん、あと島草履のことスリッパって言います？島草履。草履でサバ？サバ草履っていうね。草履だね。草履。シュリッパみたいなシュリッパみたいな言い方します。草履。あれこれ普天間第二小学校とかでも合わせても聞きましたけど。島草履スリッパって言うけ、うん、そうそう。スリッパ。あ、じゃあちょっと地域によって違うんですね。やっぱ都会はそう言ってるのかな。うちらの町は草履っていう、ね。島草履です。草履。うん。ティッパとか。え？キティッパ。わかる。なんですかそれスキッパみたいな。キティちゃんのスリッパがあるさ。あ、ヤンキーが履いてる。そう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 。ヤンキーの女の子から、はいはい、あれ金色履いたらダメってよ。そうなの。幹部がしか履いたらダメ。幹部がしか履いたらダメってよ。ボスがしか履いたらダメなんです。そうそうそう。
ああ、もうなんか黄色は王様の色みたいな。そうそう。金色。金色は。ペペあのピンク。へえ。うわ、偉そうに金吐いてみたいななるんだ。すごいな。幹部っていう言葉。幹部わからんかった。間違ったの人は幹部って使わないかもしれない。なんていうの？幹部っていうなんていうの？番長。番長リーダー番長の方がなんかいなく俺たちからしたら番長の方が仲臭いんですけどねなんて一番中尾一番中尾中尾中盤のことです三冠とか言った三冠三番幹部三番目に強いのが三冠って言われた三番目の幹部幹部副官三冠はあ位があるんですが三冠はどうだろうまあ田舎乙女はい、はい田舎乙女松田博一先生と上瀬戸美幸さんの歌声でございました。はい、面白い歌でしたね。早くなったり遅くなったりして、これ歌劇の抜粋だといやいやぽいなっていう話をしたんですけど断言した知念さん録音がされてないし大きくしてYSP を雪のり先輩雪のり先輩やけしじゃパワーいわゆるね岸間上力好きでしょ。でも私も好きですよ、はい、こういうキティパ自分では履かないけど、うん、嫌いじゃないですそんなファッション田舎のでこの曲流れてる間にね、うん、実はあの商工会のポロシャツ着てるってことに気づいたんで、おしゃれですね。ナウイナウイですね。SHOU ねこのアルファベットで書かれ全然漢字で書かれてないんですよね。宜野湾商工会って書いてある。ああ。ロックあの録音回ってない時の方がね饒舌なお二人ですけどもはい、それでは半分過ぎましたので、はい、もう一回ここで一旦 CM です。はい、 CM いてます。アラグスク宜野湾ヒルズ通りオレンジ色の看板が目印のカラオケラウンジムーチャース、イナムルチーとフーチバージューシーの定食が美味しいランチ始めました。丹精込めて作った料理をお手軽価格でご提供、カラオケラウンジムチャス、骨汁と沖縄そばもね。 FM ギノワンではスポンサーを大募集。会社や活動を PR できちゃうよ。お問い合わせは FM ギノワン電話098-943-0094。タイムさんこっち向いてください。こっちもお願いします。やだワンモン。あなたも一躍注目の的へ。 FM 最近老化が気になるってば。ケイ素不足じゃないの？ケイ素って何ね？体に大切なミネラルさ。ケイ素不足になったら老化、むくみ、代謝も悪くなるってよ。怖いね。どうしたらいいの？大蛇の SIR に行ってごらん。サトウキビから作ったシュガーケイ素がいいってよ。検査品だね。上等。美容と健康に SIR のシュガーケイ素。いやーもう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 アイエナのコーナーです。チューンしま歌をお送りしています、うん、はい、アイエナなこと、はい、アイエナなことアイエナなことありましたかね。なさそうですねさっきなんか言ってましたよね。普段と変わらない毎日同じことしてアイエナなことまたスタッフを引き抜かれて、あー選挙、そう選挙で花笠が忙しくなってる。うん、人がいなくなる。だから選挙のために、そうそうそう、ウグイス嬢が、そうそう、前県議選で終わって、今度はね参議院選、参議院選のウグイスが人手不足だということで引っ張られて、出ました、アイエナこんな風に使うんですか。はい、しまって日曜日だったかな、 LINE 入ってから、従業員から月火水休ませてくださいってから LINE 入ってから、はい、うん、あいえな
ありえない。そばに座ってるみたいな。え、ウグイス嬢ですか。そうですよ。あれ、ソーミナー嬢って言います。あ、ソーミナー嬢。ソーミナーもいい声なんですか。チュ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 。ウグイス、ウグイスはどうなくんですかね。ほうほう結局。はいはい。どうしよう。合ってます。はい、ホトトギスはなんでチリチリじゃないチリチリそうみんな方法劇でしょ、ウグイスでしょ、ウグイス、ウグイス、ウグイシののとかね、いろいろ出ますけど、うん、歌にいろいろあるさ、いろいろあります。ウグイスのそうみんな嬢、これ流行らしましょうね。はい、そうみんな、え、嬢でもないですよねいや、みんな姿が見えないからあ、そっか、ラジオだから女の子みたいと思ってるからでもあんまり男性のウグイス嬢って聞かないですよね。いないんじゃない、いないんじゃないですか、いないですね、じゃないですか、うん、聞き苦しいでしょ、うん、本人以外はね、あんまり男性の声聞かないですよ、ね、うん、低いトーンでね、皆さんよろしくお願いいたしますとかね、なんか、あ、でもなんかちょっと芝居調にやったら聞くんじゃないですか、みんなね。はい、例えば、例えば、ハイサイガスがノーガラノーガラナトエビンノーオンギーンセイカインイジルチムヤイビーシゴゴスヨミシチョウティキミソリオーユタサルゴトウニゲイサミロー、まあ、こんなのがね、街中でちょっと怖いっすよねこれ通らんな、これ通らんなまた滑ったな、いきなり降るから何も得意度何さんでしたか、ソーミナ君、ソーミナ、ソーミナ今日のゲストはソーミナ、ミチュミチュ、ソーミナ君の泣き方がミチュミチュ、はい、滑りましたねミチュミチュ、今度の選挙でやります、私が通ったらやりますって、ちょっと芝居調でやってください。え、無茶ぶり番組、無茶ぶり本当にね、この間からね、もう全くこの二人を、これこそまさに YSP ですよ僕より先輩だからね、またちは我がトータル赤父ね、この流中あらんうちの見事に、あ、見事に頑張ります出てこなかったよ今度参議院選あるだよ、18歳からでしょ、あ、投票あ、そうですね、急にごめんねパッと思い出して、うん、参議院、うん、多分世の中のヤンキーたちがまずその時期になるといなくなるのかな、うん、みんな事務所に呼ばれて事務所に呼ばれておい、ちょっと来てごらんニーニーたちがね、うん、そういう風になりかねないかもしれないですね、うん、今の選挙怖いよ、この、うん、若い子たちに聞いたら、先輩から電話があってから、うん、いや若とおらやって言って入れてるって言わないんだよ、うん、いや若とおらやって言うんだよ、はい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 、これ C 社からいや若とおらやって言葉が大事、恐ろしい恐ろしいですね、あの18ぐらいでこう聞いた場合にはもう1週間ぐらい怖いっすよね、怖いよね、うん、でもどうなんですかね、この選挙の18歳19歳からね、うん、いいんじゃない、このこれで投票率上がらなかったらまたおかしなことなのね、うん、でもしっかりしてる人とってもしっかりしてるじゃないですか、まあそうだね、うんうんうん、だからきっと良くなるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、じゃあアイエナのことは忘れて3日休むっていう、はい3日休んでアイエナアイエナ3日ね、なかなか休めないですよ3日そろそろカートに呼ばれてるから帰ろうかないやいや、じゃあもうちょっと待ってくださいよ、次の曲いきますね、うん、CD が1、あの、なんか喋っといて、なんだい次かけるのは、やっちゃうわ、やっちゃうわ、うん、あ、いいですね、この CD、うだと思ってが一緒ですね、全くなるかな、ちょっと怖いですね、入れるのボーンって、あ、いいえな、これ
心強まさにあいえないやあいえなで済まさないで読み取ってるなんか出てきましたやだ潰れたかもしれないこんなに読み込み時間かからないですからね普通ね反対とか裏向きだったかも、うん、こんな裏向きも表向きもわからない CD 初めて見ましたあ本当あいえなあいえな今から出てくるじゃんコーナー終わったらもうこれ一応取り出しはできましたこれは誰の歌ですか、やっちゃうわですけど、おお読み込みました。松田忍さんですね。今日松田ファミリーの歌ばっかりだね。うん、で、やっちゃうわ、やっちゃうわ、チラシなんだっけ、止めた歌詞である。やっちゃうわ、止めた歌詞。はい、そうです。はい、松田忍さんでやっちゃごわでございましたと、とまいたかはしでした。あ、やっちゃごわ、とまいたかはし、はい、聞きましたよ。兵士、うんうん、大城さんが入れてましたね。はい、初めて聞いた僕も。あーてあてあてとかはい、ワンパターンな林を。いやいや、失礼しました。立派でした。兵士もなかなかね、難しいですよね。難しいよ。緊張しますよね。緊張するよね。え、ここで一人でやれって言われたらできるけど、みんな見てるさ、うん、このガラス張りの、あー録音スタジオで、はい、その前に別の林を撮ってたわけ、はい、誰とは言わないけど撮っててから、はい、もう定時林いっぱい一生懸命入れてるわけさ。へー、本番では入れないからとか話してるわけよ。CD には入れないからとか今言うなよとかこんな話をしてるわけさ。わー、もうこんなこと言われるんじゃないかなと思ってよ。あー、じゃあそれがちょっとうんって思ったからもう一回。そう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 。で、同時には撮ったんですか、歌と。はい、うん、歌と別、もちろん別々。兵士だけで撮るんですか、うんうん、へえ、うん、普通そのままじゃ太鼓とかも別だね、うんうん、あ、そうなんですか。分けてから太鼓やったね。あ、このじゃあ聞きながらってことです。そう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 。おお、三振の音殺されるさ、太鼓一緒に撮ったら。はいはいはい、はい、そういうのもあるし。あー、そっか、その方が後でミックス何とでもできるからって、うん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 、そう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 。へえ、兵士ね、どんなのがありますか。サーターナミレアマサノとか。サーターナミレアマサノ例えば。はい、パーティー中サーターナミレアマサノ。あー、意味わかるでしょ。わからないです。砂糖舐めたら甘い。あ、なみれ、あー。サーターなみれ甘さる。砂糖舐めたら甘い。意味はないよ。あー、いいですね。え、そんなこと実はみんな言ってるんですか。いや、あ、冗談。あ、一人だけ。ぼ、大物が。あー、はいはいはい、うん。あ、そうなんですね。そうそうそう。あー、なんかでもいいですね。笑わせますね、うん、そういうとこでね。ハイターバーとかです。はいはいはい。はい。え、もう一つミーバイ。なっていっちゃみーバイこっち。こっちって。ああ、そっか、前も聞いたか。覚えられないです。覚えなくていいですよ。こんな兵士探していっぱい出てきそうじゃない。あの、エイサーでもなんか、なんかありますよね。うんうんうん、うちのところなんだっけ。シシ。獅子とかまぼことか。ああ、うん、こんなのあるよね。なんか、はいはい、獅子とかまぼこ、獅子とかまぼこってセットなんだよね。ごちそうの、うん、セット。ごちそう、ごちそうっていう意味ですか。二大ごちそう、はい、そうそうそう、獅子、うん、かまぼこ、うんうん、お正月にしか食べれないとか、うん、天ぷらとかね、うん、昔は。だからもう別にリズムさえ、文字数さえ合ってれば何言っても、うんうんうん、楽しければ、ね、いいと思います。あ、新婚旅行はロケットでとか、どっかの青年から言ってたけどな。あ、へえ。ミチュのお弟子さんとこじゃないか、アダニア。ちょっと弾いてみてくださいよ。じゃあ、クイの花の早弾きがあるでしょ。あ、やってるね、うん、あ、じゃあアダニアかもしれない。タン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 、アダニア、うんうん、新婚旅行はロケットで。変わったけど。もう何でもあれですね。うん、
3度の食事は10時目とかでしょ。へえ。ラッパ節何これ。いいですね。そういうの 俺が滑った感じになってるけど今。いやいや滑ってない。 いいですねって、うん、こんなのをポンポンなんか言える人になりたいです。うんうんうん、うん、この引き出しの多さ。そう、もうはいはいとかは当たり前、うんうん、スリスリとかは当たり前だから、うん、あれなんていうの、小槌の間に入れるのかさ、うん、ティーチティドクンとかさ、タチタナバル、あれもええし、小槌林、小槌林っていうの、ラップって言わん、よいよいよ、よ DABA タバッチョすいません、ま、タバッチョの宣伝で、はいはいはい止まってしまった言葉が。え、なんだっけ、くどちはやみり、さあさあハイヤーとか、苦しむくどち、はいはいはい、面白いですよね、うんうん、なんて TT どこんとかなってるんだあれ。いろんな 歌のね、林で入れると思うんですけど、うん、曲、うん、曲によってなんかこんなコーナーやります今度。あ、このいろんな林みたいな、十個言うってこと。なんかこのよくあるメロディーは弾いておいて、その今年の歌も聞いて、まあ2小節ぐらいでもうずっと平氏なんか言ってないといけないみたいな、うんうん、恐ろしい無茶ぶりの、うん、この時期になったらでもトランコです。まあ、ラップと一緒ですよだからね。ティチチドくん。タチタナバル、ミチミドルマ、ミドルマ、ユーチェユナバル、うんうん、これ丸い月歌のね歌詞ですよね、うんうん、あ、そうなの。ディチェティドコンタチェタナバル、ミチェミドルマ、ユーチェユナバルって。分からん、初めて聞いた、うん、これ丸い月歌、はい、本当わらべ歌、うん、本当初めて聞いた、うん、田舎俺。いやいや、これは田舎じゃないですなんか今日ちょっとね、もうだいぶ時間迫ってきたんですけど、うん、あのなんか深夜番組っぽくなってこの部屋も暗いしね、いつもはもう超眺めがいい部屋でやってるんですけどね、うん、この後閉じ込められるね、ちょっと雰囲気がいつもと違って爽やかじゃないんですけどね、そろそろね、はい、エンディングですね。おう、はい、もう一曲かけられないかな、ちょっと一節ぐらい入れようかな、うん、告知はね、なんか本番の告知ですか、うん、まあ来週にですね、うるま市ターバ公民館、新築落成記念式典が、うん、はい、来週の日曜日7月3日にターバの公民館でありますので、区民しか来れませんので皆さん遠くから応援してください、よろしくお願いいたします。宜野湾の人が聞いても意味がない情報でしたね。わかりました。ここ、ね、うん、はい、じゃあ、うん、終わりますか、うん、どんな終わり方でナイスね、うん、ちょっと今日はね、はい、いつもと違った雰囲気でしたけど、また来週は大丈夫なんですかね、はい、生で。だから今思うと30日だよね30日なかったよな、名護市の大原へ。何ですか大原へって。神宮で、普天間神宮で、はい、分からない、分からないです。こんな八の字みたいな藁があって、はいはい、こっち回るわけ。藁の中を回る。中を回る、うん、はいはい。そうそう。して洞窟の中に入っていくわけ。へえ。して出てきたらジュースもらえる。いや、ジュースもらえる前に何かあるんでしょ。そうそうそう、なんかご利益ですか。名越し？夏を越す？夏を越す。あ、夏越す。うん、ああ、はいはいはい。夏と冬、冬の大原へ回るわけ。うん。あ、いっぱい人が来るやつですよね。そうそうそう。うんうん、もう道にはみ出るぐらい人が。それが30日に30日へえ。ラジオと関係ないやしってことだよね。いや違う、なんかされるのかな。この払いに行くんですか。見に、あ、見にえ、ぜひ違う時間に行ってください。何も1時に行かなくても1時でやってないからね。あ、やってない。うんうん、わかりました。じゃあね、来週生でできたらいいですけど、はい、はい、じゃあ、来週のためにリクエストの電話番号言っときましょうか、うん、はい、090-3015-0797、はい、090-3015-0797、リクエストお待ちしております。はい、それではまた来週までお元気で、バイバイ、さよなら。
はい。